はい、そもそもピーターさんに私声かけてピーターさんの音楽映画祭をやりませんかっていう、はい、ところからこの映画祭が、そうですね、もうすでに3回上映じゃない、開催してます、はい、今年4回目になりますけれど、はい、毎回有楽町の角川シネマで、最初の2年は、2週間去年は映画館の都合で3週間31本もの音楽関係のいろいろな映画を上映したんですけど、今年また1週間のフォーマットに戻ります。はい、はい、去年ね、柏さんも東京に来てくださって映画をご覧いただいたんですけど、そもそも音楽に関係のある映画がものすごい増えてるっていう状況がありますよね。はい、まあ、どちらかというとドキュメンタリーが多いんですけれど、まあ、なぜこういう映画祭を始めたかというと、音楽関係のドキュメンタリーというのは大抵単館の上映になります。で、2週間ぐらいで終わっちゃうことも多いし、興味のある人でもね、あ、そういえばやってたね、見逃してしまったっていうことが非常に多くて、まあ、小倉さんに誘われてね、ぜひやりましょうって言って、ちょっとね、やっぱフェスティバルっていう形にするとその分注目されるし、お客さんがやっぱりね、集まってくれるから、すごくね、いい感じで、開催できていると思います。はい、なんか今ピーターさんがおっしゃったように、結構知らないミュージシャンの映画とかもあるんですけど、ピーターさんほぼ解説してくれるので、皆さんそれも楽しみに映画祭の方に足を運んでくれているんですが、今回トカチでは2本上映します。はい、はい、こちら、ジョン・クリアリーというミュージシャンで、これはね、映画というよりも、僕が監修しているライブマジックという音楽のフェスティバルがあって、2014年から始まって、去年で10回目の開催となったんです。2014と2018にこのジョン・クリアリーという、今ニューオーリンズ、今っていうかもうずっとニューオーリンズを、拠点としているイギリス人のピアニストなんですけど、2018年にライブマジックに出てもらった時に全部演奏を映像で撮っていて、それを DVD で発売したんですね。ただね、これは、ね、コロナのちょい前ぐらいの発売だったし、あまり宣伝もできなかったので、知らない人も正直言って多いんですね。それで去年5年ぶりに来日することになったので、じゃあだったら音楽映画祭で1回でもいいから、これ上映してちょっと盛り上げようっていうことだったんですね。まさか今回帯広でも上映してくれるとは意外だったんですけど、でも素晴らしいミュージシャンだし、ぜひ一人でも多くの方に見てもらえたらいいなと思います。すいません、その会場提供してくれるボンデッドさん、そうですね、森山さん、ありがとうございます。あれだったら、もし森山さんも一瞬前に出て、まあ、いや、いいです、一瞬、一瞬、はい、一瞬、すみません、すごいジョン・クリアリーすごい気に入ってくれてたで、柏さん経由で、ピーターさんのイベントで関わってると聞いたんですけど、すごい気に入って、今、多分3日に2日は流れています。あ、そうなんですか。出してますか。もう彼今61歳かな。で、アルバムたくさん出してますけど、日本国内版として、出た、CD が、ね、去年初めてだったんですね。ちゃんと日本でプレスされて、ソニーから彼がこれまで自分のレベルで出した結構多くのアルバムの中から選曲されたコンピレーションベスト的な、ものなんですけど、ぜひ少しでもね、この人日本で盛り上がってほしいなと思ってます。はい、すごく楽しいです。ありがとうございます。あと、ちょっとお店のどういうスタンディングであるとか、そういう話も聞いていただいて。あ、そうですね、どういう形で、ちょっとスタンディング多分ちょっと難しい、次があるので、あ、そう、うん、まあ着席でいう感じになるんですけど、はい、多分3、40人ぐらいの人数で、はい、ワイン飲みながら、そうです、ワイン飲みながら大音量で、はい、はい、大音量でやります。それで、皆さん、トカチまで見に。いや、その価値あるよね。はい、いいと思います。ぜひ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は当日、
福山にいるんですけど、何らかの形でちょっと挨拶をしようと思います。あのなんか映像撮って解説だけちょっとやりたいとか、ね、あるいは、まあ、それでもいいです、はい、ちょっといろいろ考えます。この後打ち合わせです。わかりました、はいはい、あのジョン・クリアリ知らない人で、私ちょっとあまり知らなかったんですけど、この時のライブがものすごいかっこいいんで、よかったらあの気持ちいい感じで音楽を聴きに行く感じで映画を見に来てくれたらいいのかなと思います。で次がもう一本は、この映画です。はい、1回目の音楽映画祭の時に、これビリー・ホリデーに関するドキュメンタリーの、まあ、権利を映画祭で、はい、撮ったので、その後毎年アンコール上映をしてるんですけど、すごく面白いドキュメンタリーです。ビリー・ホリデーが亡くなったのは1959年、そのちょっと前ぐらいに自伝は出ていたんですね。でその自伝は実はかなり不完全なものなんですけれど、そのビリー・ホリデーに関する本を書こうとしていたニューヨークの女性のジャーナリストがいました。その本のための取材を随分たくさんして、ビリー・ホリデーとちょっとでも関係のある人たちを片っ端からインタビューして、カセットテープにそのインタビューを全部収めていたんです。で彼女はね、かなりね苦労してなんとかこの本を仕上げようとして、仕上がる前に大変不思議な死に方をして、70年代に亡くなったんですね。まだ多分30代だったと思います。で彼女の取材テープがそのまま段ボール箱に積み込まれてそのままになってたんですね、ずっと。そしたらね、今から5、6年前ですかね、イギリスの若手の男性のドキュメンタリー作家がビリー・ホリデーに関する映画を作りたいと思っていろいろ調べていると、この取材テープがあることが分かって、それを丸ごと全部購入したんですね。でその音をかなり大きな素材に、この映画、まあ、いろいろな映像素材も見つけて作った映画なんですけど、ビリー・ホリデーの新たな事実もいっぱい出てくるし、またその本を書こうとしていたリンダっていう女性 の, ちょっと不思議な話がねまた絡んでくるから、ちょっと ユニークなドキュメンタリーですね。大変面白い作品です。なんか一度は聞いたことがあるであろう、あの奇妙な果実 のカラーシーンがあるんで、今までモノクロでしかなかったビリーが歌っているシーンがカラーで見れるっていう貴重な映画なんで。そうですね、白黒映像をカラーにするときに結構ね不自然なことが多いんですけれど、そういう不自然さのない、カラーリングができる、まあ、名人の女性を見つけて、はい、全部で3曲かな、ね、新たなこれまでね多分発表されてなかった、実際に生で歌ってる映像があるんですね。これも素晴らしい。今の問題のブラックライブスマターにもつながるような事実もたくさん出てくるので、勉強や音楽が新しいことを知る機会になると思いますので、ぜひ十勝ヌプカさんの方にいらしてください。これの上映はヌプカのロビーで、はい、1階のロビーでいつも DJ メイトやっていただければ、はい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 、ぜひ良い日土曜日のお昼でしたっけ。土曜日の夜です。日曜日の夜です。日曜日の夜、はい、ビール飲みながら。ビール飲みながら。いらっしゃいください。じゃあ音楽映画祭はここまででいいですよね。いいですか？話漏れてるみたいな。もし機会があれば10本ぐらいいつか十勝でできたらいいですね。素晴らしいと思います。みんな合宿みたいな形で、サウナ入って映画見るみたいな感じでワイン飲むみたいなのがやりたいです。それをきっかけにぜひ、はい、他にも本当にね素晴らしい作品がたくさんありますので、はい、ぜひ今後よろしくお願いします。はい。